風が強いな。皆さんこんにちは、やすさんでございます。今日はですね、滋賀県立琵琶湖博物館に来させていただきました。それではですね、今から中の方に入ってまいりたいと思います。こちらの博物館はですね、琵琶湖の自然と文化について湖と人間をテーマに400万年の歴史を丸ごと学ぶことができる総合博物館になっているとのことでございます。こちらの博物館ね、特徴がありまして、関西最大級の水族展示のある博物館ということで、水族館のようなね、展示があるそうです。またですね、見るだけでなく聞く、触る、嗅ぐと五感を使った展示が豊富にあるそうでございます。それ多分ね、回さんでもあれやで、いけるで。これもうだいぶできてきた、ほら。あ、今の琵琶湖の。ほら、うん。でん。こちらがですね、半身半骨の津段スキー像の展示ということでございましてですね、こちらなんとね、琵琶湖は今のね、三重県あたりに存在していたそうです。で、なんとその当時は周辺にね、象が生息してたということで、こちらの博物館では津段スキー像の半身半骨標本を展示しているということでございます。これね、すっごい大きいんですけど、この半身半骨のね、標本展示というのは世界で初めての展示方法だそうです。ね、こっちへ来ると骨になる。で、今ハル君が歩いてますけどね、ハル君のせいでこれぐらいなので、ほら、めちゃくちゃでかい。チーズ。津段スキー像と今一緒にこれぐらいでかいです。すごいな、ここね。おお、はい、こちらのですね、トンネル水槽は淡水生物の展示としては日本最大級のトンネルになるそうでございます。スローなんでこんなスローなん。え、何、どれどれ。あ、ほんまや、なんでそんなあんな端っこで休憩してんねやろ。あ、厚さが、あ、なるほど。へえ、こっちから見てもめっちゃ透明な。あ、あ、ほんまやね。なるほど。あ、ほんとやね。へえ、すごい分厚いな。こんなに厚みあるんや。まあ、ガラスよりも軽量だって。あのでかい魚は何だろう、一体。めちゃめちゃでかいで。頭だけ隠れてる。ナマズやな。でかいな。めちゃめちゃでかい。これ何、稚魚？琵琶湖ナマズの稚魚やね。どこにおるん？おらへんや。あ、ちっちゃ。かわいい。あれがあんなでかなんの。こちらが琵琶湖のアユかな。ぐるぐる回ってんな。アユやね。琵琶湖の魚食べれるんやね。
ね、しじみ、すごいみんな食べれるんやこれ。ナマズの刺身だって。で、鯉の煮物。あ、船寿司か。船寿司ってな、食べたことないねんな、今まで一回も。魚屋のお兄さん何してるの。さあ、お昼ね、回りましたんでね、こちらのレストランでね、昼食いただきたいと思います。メニュー豊富ですね。琵琶湖の形してます、ご飯が。じゃあ今回はね、この湖の幸の天丼にしようと思います。こちらですね、ビアマスと、まあ、ブラックバスはね、天丼ということで、まあ、ちょっと楽しみやね。で、もう一つこの琵琶湖のね、カレーをね、頼んでみようかな。このご飯が琵琶湖の形してます。琵琶湖にはですね、竜がいたと信じられていたそうです。で、その竜をモチーフにしたパンケーキがこちらの琵琶湖の竜のパンケーキになるそうでございます。いただきます。さあ、これがパンケーキ。琵琶湖カレーだよね。さあ、これが琵琶湖のカレー。美味しそうやね。たくちゃんが頼んだのはこちらロッケバーガーセット。結構大きい ね。美味しい。そうか、よかったね、頼んで。はい、天丼来ました。これね、この右側の方がブラックバス でこっち左側がマス。すごいね、初めてやね、食べるの。よし、行ってみよう。ブラックバスだよね。はい、ブラックバス食べたことないもんな、初めてやな。美味しい。うん、なんかね、すごい白身で美味しいで。美味しい。熱々やな。え、どうですか。美味しい。うん、食べてるね。じゃあ続いて琵琶湖カレーです。うん、なんか甘口かな。あ、甘口やけど、ちょっと後からなんか来るな。うん、お肉結構大きい。うん、甘い甘い。しっかり見て、ここ、龍の絵が。そうそうそう、これ龍やね。琵琶湖には龍が住んでいたそうです。伝説や、うん、都市伝説みたいな。ごちそうさまでした。お昼ご飯どうでしたか。美味しかったよ。美味しかった。天丼どうやった。美味しかった。天丼美味しいな。あれ、ブラックバスあんな美味しいんや。びっくりしたな。わあ、なんかすごいな、ここ。ここは結構大きいよな。オーライさんは平山地ね、小琴温泉。すごいね、琵琶湖大きいね。どんなとこが楽しかったですか。水族館。どういうとこが良かったですか。あのドームのやつ良かった。ありがとう。はい、たくちゃんはどういうとこが楽しかったですか。お魚がいっぱいいて楽しかった。はい、ありがとう。